ょっとシャワーをお借りして流してみますね。これはもともとご入居されてからこんな感じであったとかでは、明らかにやっぱ悪くなっちゃった。はい。トイレのポッポッってやるやつ。はい。あれでやらないと、はい。全然慣れないです。1時間ぐらい最初に時間かかったり。1時間。それは大変ですね。あとポッポッってやると中からなんか黒いのが浮き出ちゃって、はい、はいはいはい。なかなか。はい。処理全部しきれなくて。シュポシュポってこんなような。あ、本当安いから、それのもうちょっと簡易的なやつ。K の字型というか、先端が真っ黒で棒がついてみたいな。で、多分これも似たようなもので、これも、あれだと多分棒を押し込んで、こうシポシポするタイプなんですけど、これ取っ手があってこれを引くだけのやつで、もし、ここの缶自体に、まあ何か、先ほどお話お伺いした、なんかスーパーボール流れちゃったとか、そういったものが、もしあるのであれば、これで出てきてくれるかなっていうところなので、ちょっとやってみますね。でこれが例の100均とかで売ってたやつですかね。こうロポッとやって上に、これが白いのを上に貼っておく。はいはい。ああ、元のあれですか。はい。それが今壊れちゃってるとか。そうですそうです。はいはい、よいしょ。それを切っていいのか切っちゃいけないのかわからなくて、とりあえず押し込んで。私は分かんないです。ユニットバス屋さんとかに、これがまだ部品とかが置いてあれば、この蓋のやつは売ってると思うんですよね。こっちに流れて詰まっちゃうようだと、こっち自体も水の流れがものすごく悪くなってるはずなんですけど、今は別に悪くない。悪くないですね。まあ後でちょっとお風呂ためて流してみて一緒に確認していただければとは思うんですけども、何かいる可能性がやっぱ高いので、これもまあ同じようなもので引き上げる力がこれと比べてやりやすいので、私もよくこれ使ってるんですけど、
今、はい、あ、すごいすごいすごい、ちょっと待ってくださいねよいしょ、ちょっと下指でほじくったらちょっと水抜けるの待ちますね。水抜きで物が流れちゃいそう。今手にコロコロっと出てきたので、これで抜け切ったので、よいしょ。で、さっきこれはただ単に入れてたタオルなので、これは全然詰まってたものじゃなくて、あ、いたニモがニモと、なんかもう一個あるな。これ指突っ込むと何かいるなっていうのがあったか。これですね、ニモとなんかシールみたいなのが出てきたので、あと触った感じ特にはいないんですよね。で、これはそうですよね、結構あるあるですね、お子さんがいらっしゃるようなご家庭ですと。この排水口がどうしても大きいので、で、あのこのお風呂場のこういったゴミ受けみたいなのがついてないやつだと、そのまま湯船に物が置いてあると流れていっちゃうので、多分このぐらいの大きさのやつが一番ドンピシャで流れていっちゃうし、なおかつこっちの排水口から出てこない厄介な大きさだったっていう感じだと思うんですよね。これでちょっと今流れを見てみますね。はい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 、髪の毛系とかであれば多分治ったと思うんですけど、ただこの重さ系はもう樹脂とかなので、さすがに溶けないかなっていうところで、さっき多分10秒中20秒ぐらいで上がってきたかと思うんですけど、今上がってこなくなりました多分、スパッとやってるうちにもっとハマっちゃったと思うんですよね。もう、はい、そうですね。全然あれだと思います。ただ、あれだったらですね、こっちの洗い場の排水口の方から取れたので、本当多分噛み合わせが悪くて、たまたま引っかかっちゃったぐらいだと思うんですよね。で、この流してる間も、こっちを見る限りは、上がっては、洗い場の方は水上がってこないので、洗い場から外の排水管までは、まあ、汚れてはいるでしょうけども、まあ、詰まるようなあれではないかなっていうところですね。なので、まあ、正直なお話、これだったら高圧洗浄はいらないかなっていうところではあります。いかがなせます？気になるようでしたらやっちゃいますし、まあ、特に流れてればいいよとかっていうんであれば、全然これでも問題ないかなって。まあもちろん浴槽貯めてからお考えになっていただければと思うので、ちょっと一回、まあ半分程度でもいいので、貯めてみますか。これだからこれをあれですよね、引っ込めて、で、ゴム栓してあげて、貯めるっていう感じですよね。高圧洗浄する目安って。はい。そうですね、戸建てのお客様でよくご説明させてもらってるのが、やっぱりこういったような感じで詰まり始めた、まあ、今回に限っては異物なので急に詰まり始めたっていう状況だとは思うんですけども、戸建ての場合ですと、まあ詰まり始めてからでいいのではっていう考えではあるんですよね。結局その詰まってない状態で高圧洗浄してしまうと、高圧洗浄した後の前後差が結構分かりにくかったりするので、そうなっちゃうと排水管的にはきれいになるので、もちろんやられた方がいいはいいんですけども、なんて言うんでしょう、納得感的な意味合いで、お客様の方のなんかやった意味あったのかしらとか、
気持ち的な面的にはまあやった方がスッキリするっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、妻と行くからこの方がより分かりやすいかなっていうのがあって、詰まり始めてからっていうアナウンスをすることが結構多いかなっていうことですね。YouTube とかね、今回も見て、はい、ああいうのが本当まれ、なれ、はい、YouTube でやってるようなこのすごい詰まりみたいなのいうのはあんまりない、まれな。ああ、はいはいはい、そうですね、あれは結構オーバーめなのを動画として公開してるっていうのもあったりはしてます。なのでちょっと最近あれだなと思っちゃったのが、意外とこれでご心配になってご依頼いただくことがあったりはするので、でなおかつ私たちが戸建ての詰まりの高圧洗浄でアナウンスするときは詰まってからでもいいんじゃないでしょうかっていう、そのギャップがちょっと生まれちゃってるので、そこが今ちょっとYouTube のジレンマに陥っている状態ではあるんですよね。いいかが全然わからなくて、はい、たまたま出てきたんですよ、はい、YouTube の、はい、おすすめのところに。ありがとうございます、はい、そうですね、どこの業者がいいかって難しいですよね。なんか薬剤をポンって前入れてくれるみたいなやつは、はい、意味があるのかなって。まあそうですね、意味はまあありますよ。詰まり予防とか、まあ、詰まってるところに対しても薬品入れれば効くは効きますけども、それもあれなんですよね、こう排水管って円形のパイプなんですけども、薬品って基本的に水に溶くか、その原液液体のやつを流し込むかのどっちかだとは思うんですけど、結局円形だとしてもその水が通る、液体が通るところしか薬品が流れていかないので、管全体の清掃というよりかは流れてるところとか水が溜まるところにそのアプローチできるんだというだけなので、清掃っていう意味合いが薬品でやることによって清掃の意味合いが強いかって言われちゃうと、清掃っていうのかなっていうところがあるんですよ。最近にするのも、はい、ああいう専門の女子さんが持ってくる液体の方が若干違うぐらいで、はい、イメージとしてはあんまり変わらない。そうですね、まあ強さ的にはまあ本当いろんな種類があるんですよ。 TT スルー自体にも一般で買えるホームセンターだねが売ってるものと、あとはなんかちょっとした書類はがきに書類を書いて、提出しなきゃいけない出来役のやつがあったりはするんですけど、それをどう使うか、業者がどう例を使ってるかによっても結構違っちゃったりしますね。出来役の方になれば市販化されてるよりかはもう何十倍も強いものなので、そうですね、市販品よりかはかなり効力は強いんですけども、まあ取り扱いめちゃめちゃ注意です。私も薬品がこう手について、でもうなんか現場がしっちゃかめっちゃかになってたので、手をなかなか洗いに行けなかったんですよ。で1時間ぐらいに洗ってやったら1年間その手の傷が治んなかった。1年後にやっと皮膚科行ってステロイドもらってやっと治ったっていうぐらいな怪我をすることがあるので、そういった意味だと劇薬は、まあ、取り扱い注意なんですけども、まあ、それだけ効力だったり、まあ、回復密集でもそうなっちゃうときはあるはあるでしょうけども、より強いですね、劇薬系のやつは。まあ、ただ地域一斉清掃みたいなやつで、まあ、この場合はなんか確かに、はい、多分この一帯をこの日からこの日の間に申し込んでくれた人で、はい、この日からこの日の間にやってもらったら2000円ですよって言って、はいはい、来てもらったんですけど、でも結局はなんか、はい、2階のそのキッチンの配管がちょっと複雑すぎて、はいはい、この2000円の範囲で収まりませんってなって、はい、結局は全部でもそれなりの値段取られたんですよね。はいはい、
せ高圧洗浄みたいな。ではないんですよね。でも1万円ぐらいなんで、なんか全部のこの配管に、はいはい、その液体、薬品を流して綺麗にするみたいな。はいはいはい。感じでここと、ここと、上の台所。はいはいはい。って感じです。一回やって、毎年毎年同じ時期にポストに入るんですけど、はいはいはい、あれは意味があったのかなって未だに思ってて、まあ予防っていう意味では、うん、あると思います。あります。でも、もう一回頼んで、よくわかんないから頼むのをやめたんですよね、はい、そうですね。なんかこう、私たちもそれの排水管清掃をなりわいにしてるので、あれなんですけども、一件来て、まあ、正直なお話、こっちはあのこっちの都合のお話になっちゃうんですけど、あの一件来て2000円で、しかもそのポスティングの料金とか広告費がかかってるわけじゃないですか。でやってるってなると、多分どのご家庭もお客様がおっしゃったように、あの何かしら値段を釣り上げないと、2000円でやってたら、まあ、1件30分以内に終わらせるとか、30分も多分かけてらんないんですよね、っていうようなやり方をやんないといけないので、うん2000円という大文句はひでえなとは思っちゃったりしますね。私たちからすると、もう最初にもうある程度ビタンと値段を決めて、お見積もりを提示することがもうほとんどなので、ただ多分そうですよね、2000円につられてお願いして、で結局人が来て、ああじゃあこれはああだねこうだねって言って値段釣り上げるやり方なのかなっていう、まあ、釣り上げるっていう言い方は語弊があるかもしれないですけども、ただどこかしらにそのキャッシュポイントがないと成り立たないような仕組みじゃないかなって思っちゃいますね、こっちからすると。そうですよね。ただ薬品流し込むだけだから、あれですかね、30分もいなかったとかですか。でもなんか、なんやかんや外の排水の出る場所とかも見て、はいはいはい、なんか行ったり来たり行ったり来たりしてたんですよね。はいはいはい。1時間ぐらいは行った。1時間ぐらい。最後でも丁寧にここの、はい、あの外して綺麗に毎回なるべく洗ってもらうとつまらなくなるっていうのと、上の、はい、そのキッチンもこうやって毎日こうやってあげるとつまりづらくなりますっていうのは丁寧に説明をしてくださって、はいはいはい、だから今はもう毎日ここは外して洗う、はい、のと上も外して2日に1遍は最低でもやるみたいな。ああ、はいはいはい。そうですね、でもキッチンはやっぱやってもらってすぐは綺麗だったんですよね、上から見た、はい、あの見える部分。あ、はいはい、でもやっぱ2年経つとすごい汚いなっていうの、はい、まあそうですね、あの薄い汚れは絶対ついちゃうのでそうですね、毎日はすごいですね朝毎日食べたら毎日抜くので、はいはいはい、必ずここも、はい、汚くなってから触りたくないんで。ああ、まあそうですよね、はい、はいはい。なんか業界あるあるなのか、私の中でのあるあるなのかなんですけど、はい、あの排水管清掃業を生業としてるんですけど、はい、あの意外と自分家は掃除しないっていう、あまあ詰まったら対応できるしみたいなそういう慢心があるのかもしれないです、私。本当に汚くて触れなくなるのが嫌で、はい、あ、はいはい、なんか虫がいるかもっていう、はいはいはい、自分で触れないので。そうですね、私は半年に1回ぐらいですかね、はい、でシンクが水垢つくので、うん、もう使わないあのスポンジ、うん、今まで使ってたスポンジをそのままシンクバーッと洗って、あとその排水口周りバーッと掃除するぐらいなので、まあ、半年も経つとかなり汚れてますよね、まあ、とりあえずあの水溜まったので、はい、これで抜けを見てみますか、はい。まあ半分ぐらい、半分もちょっといけないんですけども、ここのラインぐらいまで溜めて、でお客様の方でちょっと抜けがいいか悪いかちょっとジャッジしてもらえると助かるんですけども、でよいしょ、抜いた時の音がまず違いますね。ですよね。でおそらくこっち側も
多分こんなゴボゴボってなってないと思うんですよ。ならないです。本当他の筋力ぐらいな。そうですよね。よ浴槽満パンここぐらいで入れて1時間ぐらい、最後抜けてくのが本当に安くて、最初はまだいいんですけど半分過ぎると本当に抜けてかなくて、はいはいはい、あ、じゃあ今ぐらいから抜けがもうめちゃめちゃ抜けが悪くって、浴槽側もこんな感じで早いですね、全然抜けてくるのが、はい、そうですよね。水自体がこうこのおもちゃに当たってなんかこう動いてでシューって音が鳴ったりとかっていうのは全然考えられますね。今もう音鳴ってないですもんね。鳴ってないですね。うん、この速さぐらいで抜けてきますよ。通常ですとこれが普通ですよね。はい。こんな速さで抜けてかなかった。あとは中に止まった髪の毛とかちょっと汚れが置いてきちゃう、抜いてる間に、はい、逆流してくる、はいはいはい、ことが多々あって、それが多分まああれですよね、ここ1ヶ月ぐらいの、そうですね、本当ものが多分、でも詰まったのはもっと前なんですよ。あ、はいはい、多分向きが流してるうちに変わったのか、変わって多分髪の毛とか引っかかってそれが溜まって抜けが悪いと多分水がこう渦巻いて上に汚れが出ちゃうとかっていう感じじゃないかなと思うんですよね。なので本当であれば何かここにゴミ取りネットみたいなのとか大きなものが流れないようなものがあればいいんですよね。多分もともとここにあのキャップであと傘みたいなものがついてて、で多分隙間自体が多分もう小指入るか入らないかぐらいの今だけだったので、多分あの大きなものは流れないような仕組みにはなってたと思うんですけど、それがなくゴム栓なので、まあ、今後としてはあれですよね。お風呂上がった後抜くときに物が流れてない、なんか物が浮いてないかとか確認して、あの排水するような感じを取っていただければとは思うんですよね。入浴剤とか入れて白濁してると、はいはい、中におもちゃが沈んでしまうと分からなくて、はいはいはい、それどうし、そうですよね。でそれからはもう白濁した入浴剤を入れなくしたんですよ。スーパーボールがいっぱい流れてしまったんで、はい、はいはいはい、そうですね、確かに入浴剤、そうですよね、やっぱ流れ的には問題なさそうですね、はい、なると、あ、だよね、これで置いて外した時に、あ、そうですよね、なのでベストはこれが同じやつがメーカーとかに頼めば、はい、おそらくこれで困ってるんですって言えば多分何かしらのご提案みたいなのしてくれるとは思うんですよ。はい、メーカーとかってお分かり？あ、多分、建築のあの書類の中に。ああ、はい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 。それで、あのカスタマーセンターみたいなところにご連絡していただけると、はい、結構あのメーカーさん真摯に対応してくれるので。はい。じゃあとりあえず今回これで、はいはい、で洗い場から外の排水管に関しては特に上がってこないので問題なさそうなので、これで終わりという形になりますね。じゃあとお片付けして、でまたちょっと最後ご挨拶できればと思いますので、今ありがとうございます。